はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ククルスドアンの島映画関係の、はい、お話でございます。はい、もちろんガンプラでございますよ。はい、皆さんもね、お作りになってる途中だと思いますね。スイカロー専用自分ですね、映画に出てくるやつですね。まあ、ガンプラ好きの100人に99人が作ってるという話になってるね。よくしませんけどね重大なことに気づいたんですね。はい、私の方のジムの方はね、このジムガードカスタムの頭使ってね、まあここをパテで埋めてモールドね、モールド見えますかね、モールド掘ってってやってたんですけども、なんとね、ツイッターで、いろいろうろうろして見てましたらね、TT 招待ね、たい焼き食べたいね、帯域モデルスが、帯域モデルが、はい、TT 招待というね、ツイッター上の遊びで、やってるね、みんなで集まってガンプラ作って遊ぼうよという遊びですね、やってる中で、サマキのツンツクツン軍曹がね、これあとは後ろ頭、このモールドを入れんでも大丈夫だぜみたいなことをね、やってましたんで、ね、ちょっとパクってやろうかなと思いながらね、ちょっと割ってみましたね。これは加工してるやつ。これはもう何も加工してない。ジャンクというかね、パーツだけで置いたやつですね。はい、何を発見したかというと、サムネよく見ていただくと分かると思うんですけども、サムの方ちょっと出してみますね。はい、このサムネ見ていただいたら分かると思うんですけどもね、ここがね、モリッとなってるんですね。ガンダムなどでね、こういうガンダムのやつでこうモリッとバルカンの周りモリッとなんかなってるね、ジムはなんかスンとなってるスッてなってるね、そのモリッとなってるのをねちょっと作ろうかなと思って、気づいちゃったんでね、やろうかなと思ったんですけど、このガンダムのやつは移植してもよかったんですけども、ガンダムのやつはねすごくスパルタンな感じ、ものすごく大きい感じがねいたしますし、ちょっとね形が違うような、形が違うというかイメージが違うような気がしましたのでね、作っていきましょうという、気づきましたか。まあ色付きのね、やつ、これまあ同じね頭を改造してね、この頭を改造してジムの頭にしたやつ、ここ見ていただいたら分かる、何もねスッとしてて何もないということでね、はい、やっていきましょうか。気づいてしまったものはしょうがないということでね、やっていきましょう。で、今回も使うのがこのプラパテ、タミヤのね、プラモデル用接着剤、流し込みタイプ、速乾ではないタイプのやつに、これはオリジンガンダムの余ったランナーですね、をだいたい、プラ材が、まあ、このぐらいね、今この白い線があるぐらいに接着剤が余った時に、パンパンまでここら辺までプラ材を入れたやつです。これも使ってるんでね、かなり少なくなってますけどね、これでね、ちょっと作っていきましょうかという感じでね、どうやって作るかをちょっとお見せしようかなとってやっております。はい、まあね、美術大学とかね、それ美術得意な方はね、もう作れるぜっつってね思われる方多いと思いますけども、はい、ちょっとね、取れませんね。ちょっと追加で作らないとね、結構な数とか量をね、はい、作りますのでね、私ね、これパテでね、はい、まあ、ちょっとアップしましょうか。どのぐらいが見やすいかちょっとわかんないんで、まあかなりアップしてみましょうかね。じゃあね、はい、じゃあどうやって作るかとね、接着剤で大体ね、のところ、ここら辺につけようかなと。ちょっとだけ点付けいたします。で、まあ、後でね、取るんですけど、ちょっと量多いですね。はい、このぐらいにしときましょうかね、最初はね。はい。はい、この辺でね、乗せていきます。乗せていったときに、まあ端からね、やった方がいいんですけど、接着剤ついてるときは結構なね、ズルズル動きますんでね、接着剤がある程度定着するまで、
10秒ほど待っておきます。ちょっと明かりが強すぎてね、見えてないかもしれないですけどね、ちょっと私の体で隠して見えますかね、このぐらいです、はい。そして、ここね、プラパテなぜ手で練ってから乗せたかと言いますとね、このプラパテ、ネチャネチャしてる、これよくね、視聴者さんもよく見ていただいてる視聴者さんも勘違いしてるんじゃないかなと思いながらね、コメントいつも見てるんですけども、これ手にはくっつきません。こうやっても全然、一回練ってしまうとね、外に出してやるとすごくねっちょり、ねっちょりというかね、ベタベタしない粘土みたいに使えますのでね、普通のパテと違って、なのでこういう細かい造形ねにはすごく向いてるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、鼻息が荒くなっちゃいますね集中するとね、鼻息が荒くなっちゃうんですね。はい、こんな感じで、じゃあアウトラインだいたい決め、見えてますかね、アウトラインをこんな感じで決めましたので、余分な部分を今の状態でこうやって削除していきます。はい、こんな感じでね、接着剤塗ってないところは簡単に外れますのでね、外れるというかね、取れますのでね、こんな感じで取っていきます。便利でしょう、このパテ。作り方もね、だいぶ前にね、プラパテ作りますみたいな動画出してますので、気になる方は見てください。と見えにくいかな、はい、こんな感じでもうすでにもりっとね、もこりって言ったらなんかダメらしい、もりっとなってます、はい。で言ってますけどね、これは細かいこと気にせずにね、はい。で、だいたい形を作ってから、その周りね、このだいたいこんな感じで周りを作ってから、口をね少し接着剤をこんな感じで盛ります、盛りますというか塗ります。そうすることによってね、すごく馴染みが良くなります。もともとプラ材ですんでね、はい。で、これね、こっからなんですね。こっから少し、まあ、ちょっと置いて話しましょうか。このこれね、デザインナイフって元からね、油がついてるんですよ。これ取ってあります。なぜかというとね、プラも切削するときにデザインナイフよく私使いますのでね、油ついたまま切削すると結果色が乗らなかったりとかね、ものすごく弊害が出てきますのでね、はい。で、ある程度乾いたら、この隙間ですね、隙間にデザインナイフを入れて、少しずつ内側からデザインナイフに、ちょっとだけつくプラパテを利用しながら、少しずつ形をこうやって整えていくと、こんな感じですね。もちろんこれすごくちっちゃいスパチュラっていうね、こうそういうなんていうんですかね、粘土細工とかするときに使う道具あるんでね、そういうのでもいいですけども、デザインナイフでやった方がね、すごくやりやすいと私は思っておりますのでね、はい、こんな感じで出来上がりましたと。見えますかね、はい、こんな感じでモリッとなってます。で、こんぐらいの量であればね、一晩、心配な方は一日置いていただくとね、固まりますので、大丈夫だと思います。これでバルカン砲のね、周りをモリッとすることができましたということで、はい、こんな感じにできております。これはね、先ほど持ったこれ、まあ、もちろんね、少しだけ引けますんでね、それも計算して多めに持っております。乾いたらね、ヤスリなどで、紙ヤスリなどでね、
調整して、はい、大きさ調整してやるとこんな感じに、綺麗に、盛ることができますので、ぜひ皆さん、そして、先ほど言ってた TT 招待の方がやってた後ろ頭ですね、これはオリジンジム、ノーマルジムの頭の後ろですね、あの下を切ってやっております。そして襟足もね、ちょうどいいのありましたのでね、これはジャンクパーツでありましたね、ナノパーツかわかんないですけどね、なんかこんな感じでちょうどありましたのでね、くっつけて、内側をね、先ほど使いましたプラパテ持ってちょっと強度出しております。あとはね、頭としてはここの横、ここ乾いてね、後ろ頭まあ接着したばっかりなんでね、乾きましたらここの継ぎ目を消して、下あここら辺まで伸ばせばいいんですかね、この襟後ろ襟みたいなねで、頭はほぼほぼできたかなと。あとはここ久しですね、サシのプラ板をこうね貼っていかないといけないですね。またそれは動画外でやっていきましょうということで、また重大なことを気づきましたらね、ここを気づきましたかと、皆さん、ね、大変なことになりますよみたいなね、はい、色塗ってからだとこんな感じで取り返しつかなくなっちゃいますよみたいなね、はい、ちょっと見えますかね、はいはい、まあエポキシパテでもね、何でもいいですけどもね、やって作るとご自身のね、好きなように作れると思いますよね。耳の方はまあ制作してからねまた来てますけどもね、こんな感じでできましたというご報告でした。それではね、6月3日ただいまね、こういう動画ね急に差し替えて作っておりますのでね、6月、5月31日2022年5月31日にこの動画ね、撮ってアップしておりますけどね、あと今日入れなければ3日公開なんでね、はい、あと何日か寝ると映画公開でございますので、皆さんぜひ見に行ってガンダムを応援しましょうと。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方がよろしければね、もう一つチャンネルやっております、たい焼き食べたい、あるしラジコン動画というのもやっておりますので、ね、ぜひそちらも応援いただけたら嬉しいです。それでは、さよなら。